平和署下町探偵団源さんです。今日はね、森下時は住所時はになるのかな、森下旧近辺のある路地裏に来てるのだ。ここにね、新しくドーナツ屋ができたんだけど、前オブサンズってバーだったんだよね。なんか人気みたいんでちょっと行ってみるのだ。シンプルなバニラドーナツ、これがね500円、1個だよ。まあまあの値段だよね、まあ、高級ドーナツらしい。動画を撮りたいんですけど、撮っても大丈夫ですか？はいはい、買った。どんなんだろうね。本当にね、何個も入って500円じゃないんだよ。これ1個だけで500円。ちょっと期待しちゃうよね。どんな味なんだろう。はい、ファクトリー S に戻ってきたのだ。今日はね、こちらからお届けします。でね、ドーナツ屋さん、新しくできたドーナツ屋さんへ行ってきたんだけど、名前から言っといた方がいいね。このね、名前はね、スーパースペシャルドーナツだそうです。ずいぶん名前大きく出たね。相当すごいぞ。もううちはもう本当すごいんだから頑張んなきゃダメだよ的な、すごいね。なんかあんま最初から大きく出ちゃうと、後々収拾つかなくなるんじゃないかなとか思っちゃったりするけどね。まあとりあえずね、行ってみて、まあちょっと最初はびっくりしたよ。あそこはさ、さっきも言ったけど、ダンボダンボ2っていう飲み屋っていうか、バー、ショットバーがあったのね。で、いつもみたいな感じあるんだろうなと思って、まあ、何気にちょっとあそこを通ったの。そしたら、なんかちょっと雰囲気違うしさ、なんだこれは、みたいな感じで。見たら、改装されてて。あのところ、小窓とかなかったんだよ、昔。小窓が作られて、リフォームされて。で、ドーナツ屋になってて。なんか、しばらくね、あそこら辺でフラフラしてたよ。ダンボダンボつうのにドーナツも始めたのかとか思いながら。で、まあよくよく調べてみたらというか聞いてみたら、ドーナツ屋になってるということで。ダンボダンボつうってね、まあ地元の人は知ってるけど、いいバーだったんだけどね、ショットバー。まあそこら辺では稀に見るぐらいいいバー。ていうかバー、ショットバーがそもそも、あの町にはなかったんで、ああ、ショットバーってこんなのか、みたいな感じで。相当昔からあるよ。10年じゃ聞かねえんじゃないかな。20年ぐらいじゃないかな。まあ、森下のダンボダンボ2っていうと、ちょっと有名でした。でさ、ああいうさ、大通りに面しておいて、ちょっと路地に入ってっから、隠れ家的な感じで、なんかちょっと、若い子が背伸びしていったりとか、年配の人は大通りないような喧騒とかけ離れた静かなバーを求めて行ったりとかして、まあね、結構続いてたはずなんだけどね。なくなっちゃったね。でね、もともとね、ダンボダンボ2ってぐらいで、ダンボ1があったのよ、門前仲町に。であったんだけど、それが潰れたのかやめたのか。まあ、一時期同時に両方やってた時期もあったのかもしれないけど、もうなんか、1はいつもにかなくなって、で、2だけでずっと行って、ダンボっていうと2なんだよねっていうような、そういう、印象付けも定着していた店でね。まあ、結構ね、本当に街では親しまれてたんだけどね。まあ、ちょっと残念だね。で、とりあえず、なんか結構並んでんの。実は、
人気あるみたいで、まあそうか、結構な値段をするけど、それでも人気あるってことは、であれだよ、本当に1人は2人とかじゃないんだよ、3、4人下手すと並んでんだよ。コロナだからまあちょっと離れたりとかもするんだけど、並んでるってことはやっぱりそこそこの評判で美味しいからっていうことじゃない。そしたらやっぱり探偵的には一回ねえ並んでどんな感じか様子見てもらえなってことになるよね。で買ってきました。はい、よいしょ、こんな感じ。あー喉渇いた。ちょっとまずは一服。今日のお供はコーヒー、缶コーヒージョージア。あー落ち着いた。あのさ、いろいろ包装紙はよくこう紹介するんだけど、こういうの十分だよね。なんかビニール袋でさ、ちゃんとこう手提げっぽくなっててさ、それだけでも洒落てるじゃん。で細かいいろんな説明とか書くとお金かかるから、1枚こうチラシっていうかショップカードできたものも入れてあって、で中に1個ドーナツが入ってる。ちょっとでも時間経って油っぽくなってきちゃったな。1個500円だからね、価値が100円ぐらい下がっちゃったかもしれないね。普通にでもこれメニューとかあってさ、これ一番合理的だと思うな。こういう風にしてなんか店の名前プラス店の内容もこれ紹介しちゃってるわけで、生地は国産小麦とフランス産発酵バターを使ってると。揚げ油はショートニング不使用。クリームは全卵でなく、ナス御用達の卵を使ってる。だって、いろいろやっぱりこだわってんだね。どうかな？一応さ、プレーンとかいろいろあるんですよって言われて、プレーンが一番味があるのわかるじゃん。だけど、プレーンは本当に側だけ見るんだったらそれでいいけど、中に入ってるものとか、それをトータル見たらどうなのかっていうと、なんか、やっぱり中入ってる方がいいかなと思ったんでね。まあ、バニラがあって、プレーンがあって、まあ他にもいろいろあるんだけど、一応バニラを買ってきちゃいました。バニラが一番味が分かりやすいかなと思って。どう？こんな感じ。別に見てもしょうがないかな。いただきます。あ、でも普通にうまいわ。なんかね、好まれて食べてるのが分かるような気がする。うまいうまい。でもね、なんつうんだろう、お店やっとできましたなんだけど、本当にあそこのドーナツ屋さんの店っていうわけではなくて、よく最近うまいな、本当に最近の流行りだと思うんだけど、なんか2世帯住宅っていうか、2店舗同時経営っていうのかな。昼はこっちの店があって、夜はこっちの店があって、お互いにシェアしてお金を一緒に払いましょう的なお店って最近流行ってるでしょ。そういう形態みたいで、ドーナツ屋さんは夜やってて、で
昼やってて、で夜はなんかね居酒屋さんっていうかバーみたいなのやっぱりやってるんだって。でなんか森下にある店の支店かなんかみたいだよ。うん、あちなみに久しぶりに審判帽をかぶってきました。ジャッジしなきゃいけないからね、うまいかまずいか。うん、でなんかね、ただメインは夜のバーの方なんで、私はあんまりそんなにか借りてる身分だから偉そうなこと言えないですよってオーナーの女性が言ってた。確かにね、あれあのまんまじゃちょっともったいないんだよな。結構奥行き広いんで、奥の方にもちろんバーだからカウンターがあってテーブルがあってお客が座れるようなスペースがあるわけだ。でも今ドーナツ屋さんは本当カウンターの内側の何あのバックヤードとだけしか使ってなくていいし、でお客と接待するのは窓をくっつけただけで、そこからしかあのお客とは接することができないようになってるから、ちょっとあのまんまじゃもったいないよね。でもなんか今後あの昼もちょっと軌道に乗ってきたらば、なんかイートインみたいなことができるようにしたいとは言ってたけどね。とは言ってもなんか6月なんだって、もう今9月だからもうすでに3ヶ月ぐらい経ってるんで、そろそろまあ軌道に乗らないか、コロナだからな。まあ逆に言えばあんだけダンボダンボ2はいい店だったとか言ってる割に3ヶ月間わしは気づかなかったってことだよねまあいいや、とりあえず美味しいんでよかったら食べてください。うまい、うまい。今日のところはこれでおしまい。これでいいのだ。